はい、皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なちまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、ちょっとねビタミン B 取っていこうじゃねかっていうことで、豚肉料理ですね。豚肉のからし醤油焼きね、これいってみたいと思います。まあ豚肉適当ですね。これ、切り落としでネギ玉もこれ適当です。1個、それからね顆粒だし、これ今日はねかつおだし使います。この中にね結構入ってるんですよね、こういうのがね。はい、それとからしですね。からし、練りがらしでいいですね。はい、そして、添え付け野菜のベキャツですね。青みのインゲン、こんな感じでいってみたいと思います。それではね早速薬局ドラッキーストアで始めてまいりましょう。あ、ちょっと今のうちにねお湯少し沸かしておいてください。それではね、添え付け野菜のベキャツですね。はい、こう丸めて潰すみたいな感じね。そしてちょっと黄色いとこは捨てて、あとはね、千切りするだけです。それではね、千切っていきましょう。はい、千切りキャベージですね。はい、できました。別に俺キャベツ食いたくねえよって方はね、女入れないでいいですね。盛り付けだけなんでね、できたらでもお肉とね野菜一緒に食べた方がよろしいかもしれません。はい、そうしたら次はですね青みですね。これインゲンでも、さや絹でも絹さやかでも、スナップエンドウ、グリーンピースとかね、これ何でもいいです。ちょっと青のがあるんでね、非常に綺麗に見えるんで、あ、このインゲン系はね、この上のここですか、ピピーンとね、この平らな方、ここに筋があるんでピッとね、平らな方ですね、丸い方じゃなくて平らな方に筋があるんでピッて切って、ね、上の方を作れば金婚カラックスですね。はい、こんな感じでね筋を取りましょう。これ筋取らないとねスキッパーある人はねもうバッカンバッカン針挟まってね、もう大変なことになりますよ本当にね。はい、そうしたら次はネギターミーですね。はい、ネギターミーね、はい、新玉のいいのをいただきましたね。はい、こんな感じでこのつながってるところはねスコバキックスですね。はい、切っていきましょう。 V の字カッティングですね。はい、こんな感じになりました。あとはですね、スライシーしていくだけでございます。はい、ネギ玉も切り終わりました。これはね豚肉と一緒にね炒めていきます。はい、こんな感じですね。ワンツー、豚とキャベツとね。はい、それではねフライピンコーナーの方へゴーしましょう。フライピンコーナーの方にやってまいりました。とりあえず鍋ねお湯沸かしてください。はい、フライピンですね向こう側に用意しておきましょう。はい、そうしたらフライピンの方にねまずアビーリー引いた方がよろしいかもしれません。というか引かないとやばいでしょうね。はい、こんな感じでね、アビーリーですねスコルバキックスとね、はい、ぶっこんでおきましょう。そしてちょっとね、弱火でフライパン温めて油をなじましておきましょう。はい、いい感じでね油なじましております。その間にですね沸騰したお湯にニッキーですね、はい、豚ニッキーぶち込みます。ね結構あの火の通りがさあのやや弱い、やや弱いっていうかこんだけやるといっぺんにあんまり火が通んないってことでね、先に軽く茹でちゃうみたいなね、それから焼くみたいな、よくね昔の駅前の焼き鳥屋さんっていうんですかね、は必ず串打ってからねもう完全にほぼねいい感じで茹でちゃうんですよね。はい、しゃぶしゃぶと。はい、そしてそれからタレつけて焼くとかね、塩つけて焼くとかね、そうすると提供時間が異常に早いみたいなね。はい、そんな感じの流れでね、これもしゃぶしゃぶしゃぶ T にしゃぶリーノスケですね。いや肉多すぎたなこれな、 700g ぐらいあんのかなこれ、やばいね。はい、それではね全部しゃぶしゃぶしゃぶ T にしゃぶリーノスケですねやってしまいます。はい、豚ニッキーですね、しゃぶしゃぶっとね引き上げました。はい、それではですね、この汁ねこのアクを作ってくださいね。はい、これいいね豚スープになるんですよね。はい、アクをあっくんあっくんあっくりーのすけですね。はい、すくってすくってとね
少しあの細かいね切り落としなんで豚肉残ってますが、この辺はねいいんじゃねみたいな感じですね。豚肉少し入るとねうまさ倍増です。それではちょっともう味付けしちゃいましょうかね。はい、この水の量に対しての 1% のお塩と醤油少々ですね。はい、塩入りました。はい、そしたらね、お醤油少々ですね。はい、ちょっこりなと。はい、こんなもんでよろしいんじゃねえでしょうか。はい、そして先ほどのね、こいつですね。こいつの中のこれね。これもね、少し3分の1程度、チュンチュンチュチュンチュッチュリノスケね。これで多分美味しいスープができたんじゃないかと思います。ちょっと味見してみますね。あ、もうすごい豚だし効いてます。 OK、OK、ベリー OK です。はい、それではねスープ出来上がりですね。肉を焼いてまいります。はい、それではチェンジザフライピンですね。はい、よく馴染んだんではないでしょうかね。余計な油ポポっぽいっぽいですね。はい、そしたら添加一発しましょう。はい、添加一発ですね。はい、フライパンね温まったところでさっきのねしゃぶしゃぶ肉ですね、こいつです、こいつをガツンガツンツリリンコとね入れていきましょう。おー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 おお、はい、いい感じです、いい感じです、いい感じです。はい、あとはね、フリフリフリッチーニフリリーニですね。で先ほどね、しゃぶりきんなかった、もし赤いとこあったらね、ここで完全にね火を通していくようにしてください。はい、そしてこういう青みですね、もう入れちゃいましょうね。あ、バッツンバッツンバッツン、リーノスケとね。はい、そして切ったネギターミーですね。はい、今日も多いんじゃないの、これ3人前ぐらいできちゃうんじゃないのこれね。はい、あとはね、玉ねぎにね、火が通ったら味付けに入りたいと思います。はい、それではですね炒め込んでしまいましょう。いい香りだわ。はい、いい感じでね、玉ねぎ火通りました。それではね味付けの方に入りましょう。一旦火止めた方がね、よろしいかもしれません。焦げちゃうんでね。はい、それではいきましょう。はい、まず練りがらしですね。はい、これ好きなだけね、バッツリーなどカレンじゃねえの、その辛さがうまいからね。あ、バン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 チューティーですね。はい、そしてね先ほどの顆粒だし3分の1はねスープに使いました。残りの3分の2ですね。はい、均等にね、和風じゃねえのこれみたいな感じですね。あ、バッツンバッツンバッツリーノスケと。はい、あとはね醤油だけで、お醤油ですね。お醤油はね軽くね、あ、ちょんちょんちょんとキャップ1、2杯で、まあ量によってなんだけどね、あんまり入れちゃうと辛くなっちゃうんでね。はい、そしたらねここで添加一発しましょう。はい、添加一発して、混ぜ混ぜ混ぜ T に混ぜリーノスケですね。すべてのね、調味料からし、それからね顆粒だし、お醤油ね。はい、これがもう混じり合ったらね完成ですよってことですね。ガツンガツン釣り子、ガツンガツン釣り子、もう愛しの玉ねぎ今どこに行ったんだい、ガンガンガンと。はい、これで完成ですね。本当醤油はね少しずつ入れた方がいいですね。こういう風にやって醤油が残んないぐらいフライピーにこうやって、これもうここに醤油が溜まってくるようだと辛いんでね、ほどほどにしてください。はい、それではね盛り付けてバツンバツン食べてしまいましょう。例えばテーブルの方にですね、豚肉のからし醤油焼きですね運んでまいりました。お好みでね七味一味バツンバツン漬け身とかねぶっかけていくのも一つの手かもしれません。はい、それではねいただきましょう。キャベツですね、マヨネーズ添えさせていただきました。そしてこれがさっきのね、豚汁的な豚だし的な感じですね。いい油浮いてるよねこれね。カットわかめぶち込みました。これもやしでもいいし、大根でもいいし、なんか好きな野菜とかね、まあそのままでのね、ブラックペッピーかなんか一振りしてもね非常に美味しいございます。はい、それではねいただいてみましょう。いただきます。いい感じだね。いただきます。あんまり茹ですぎちゃうと硬くなっちゃうんでね、しゃぶしゃぶ程度でね、やってくださいね。いただきます。
しい、柔らかいのよ、いっぱいしゃぶしゃぶってやっちゃうと。うん、いただきます。うん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 、おいしい、たまんねえなこれ。うん、簡単ですよね今日もね。いただきます。うんうん、体がね、このちっちゃい豚入ってますよこれね。うん、うん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 、いただきます。うん、おいしい、いただきます。あー、スープもうめえな。いやこんな簡単に定食系、おしんこつけばこれもう定食ですからね、これね。うん、うん、キャベツと一緒にいただきマウスペティ。うん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 、おいしい。あんな豚の切り落としがこんなに美味しくなっていいんかってことですね。うん、うん、うん、最高です。はい、ということで本日も最後でむくらしまかないご紹介誠にありがとうございます。本日はですね、豚肉のからし醤油焼きですね。うん、からしと顆粒だしと醤油ね、醤油はかけすぎると辛くなっちゃうんでね、ちょん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 ちょっとりのすけぐらいにねしといてくださいね。うん、ほんと美味しいね。ぜひやってみてください。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われますね。え、この4月も過ぎましたよ。一人暮らしになった、ね、お兄さんお姉さんお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、そして犬の太郎ね。え、もういや私料理やったことないのよね、俺料理なんか作れないよという方のために、本当に簡単で美味しく家にあるような材料でね、え、応援いたしますので、これからもよろしくお願いいたします。ねえ、はい、ということで、失礼いたします。またお会いしましょう。豚肉からし醤油焼き最高、スープも作れちゃうよ。